ましょうかね。え、笑ってはいけない音読。これなんだっけ、これ前もなんかあれなんだっけ、なんだっけ。まあ音読をするんですよね。基本花咲かじいさん、赤ずきん、桃太郎っていう3つの物語があって、一行ずつを読んでいくみたいな感じなんですけど、その一行を読むたびにこのカードを引くんで、このカードの指示に従ってこう普通に音読とか、あ、指定してくるんだ、そういう読み方しろよみたいな。有名なあの先生みたいにとか。誰だよ。笑っちゃいけないんだもんね。笑っちゃいけない。うちらの動画は成り立たないでしょ。成り立たないですよ。一回やってみる。やってみましょうか、ね、はい。どれいきますか。いいんじゃない、花咲かからで。花咲かでいきますか。はい。これだけだって絶対。これ。ボンボン。じゃあ私から。はい。いきまーす、はい。魔王のように。魔王のようにって何？あ、もう始まってるのかと思ったし。魔王のようにって何？オカマみたいな魔王。オカマ王。花咲かじいさん。え、なんで？なんでって言ってない？ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちゃんとやってください。はい、すいません。花咲かじいさん。昔々、あるところに、正直者で人のいいおじいさんとおばあさんがいました。酔っ払いの感じで難しいな。2人は子供がいないものですから、飼い犬の城と本当の子供のように可愛がってました。ひとみばあさん、ひとみばあさん、アニメのあの主人公っぽく。大丈夫かな、ドラえもんにしようかな。ジロもおじいちゃんとおばあちゃんにそれはよくな、よくなついてました。あのね、ずるくないこれ。だってひらがなでこれ。どこでつまずくんだよ。これ監督も、これも監督もね。俺も笑っちゃいけないの。ところどころ早口になって、ある日、正直者のおじいさん、シロを連れて消した。ごめんなさい、ごめんなさい。クマのあのキャラっぽく、え、シナはそこらをくんくん嗅ぎ回った後、おじいちゃんの布団を踏まえて、畑の隅にある、さっきの命まで連れて行きました。口に何かが入ってる感じで、今日は、マンロスで布団を掘りながら、しば、この後の方がおもろいのにね。ちょっと一回、よし、はい、一回ね、はい。ヒロは迷い…ダメだ、スマ入っちゃった。ちょっと、みんな真剣によ。すいませんでした。真剣によ。はい。ヒロは前の肘、手を掘りながら、ここ掘りワンワン、ここ掘りワンワンを、やくかった。歌舞伎のように。なんなんだ、なんなんだ、あと言いながらおじいさんがくわを入れてみると、キラキラと光るものがあります。マダムな感じで。あ、マダムな感じで。マダムってどうなんだろう。おじいさんはびっくりして、大きな声でおばあさんを呼んで、えいやらえいやら、小判を家の中に運びました。お安いのイメージだ。あ、そう。この夢グループ。テレビショッピングみたい。正直者で、人のいいおじいさんとおばあさんは、お金持ちになりました。赤ちゃんに話す母親のように。正直者のおじいさんはね、人がいいものですからね、資料貸してやりましたよね、うん。ネズミのあのキャラ風に。あのキャラね。ひどく引っ張る場合ですから、資料は苦しがってやたら土を引っ掛けました。声汚くない出ないだもん、あの声。どこかに自分の小さい時のニックネームを入れて、
幾日か経つとその松がみるみる育ってやがて立派なオドエッチになりましたニュースキャスターのようにあ、一回やったじゃんね、うん、そしてシロはお餅が好きだったからと言って臼の中にお米を入れておばあさんと二人でペンタラコッコペンタラコッコえ、これずらいこれ始めましたイレギュラーだってねまともに終わると思ったら終わんなかったからロックシンガー風になんか難しい、ね、などういう感じ正直者でそのいいおじさんが薄を返してもらいに行くと薄買いになっていましたからびっくりしましたWe will, we will rock you来ましたよ来た有名なあの先生のように来てしまったわね来てしまったわねそれをそれ陽水だから陽水さん出てくる陽水それを聞いた欲張りおじさんは残ってる灰をはかき集めてザルに入れると通りを怒鳴りながら歩きますなんでちょっと英語なまりなんだ違う通りが通りよ通りよ通りよ車内アナウンスみたいに結構多いなアナウンス系どのとまたそう光になって偽物の花咲かじいに違いない当時のやつだとおじいさんを引っ張っていましたらいむず頑固親父風に欲張りおじさんはごめんなさいごめんなさいと泣いてやりましたがとうとう牢屋へ連れて行かれました連れて行かれてしまいましたおしまい、ね、噛むのずる噛むのずる噛むのずるやんた読めないな最後までいきましたねうんだねパワー使うね使うパワー使うねでも私ちょっとさ、ね、あの思ったのちょっと中だるみしたから、あのところどころに英語を入れるっていうので赤ずきんやってみるとかね全部もう引かなくて英語のやつでどっかに入れていくみたいな赤ずきん昔々あるところにスモールレディーがいましたある時グランドマザーはレッドロビードでビロードねレッドビロードで可愛いズキンをこしらえてやりましたサムネイレッドズキンちゃんのマザーが言いましたここにビスク お菓子とブドウ酒があるでしょうこれをグランドマザーのところへテイクしていってちょうだいなんだまずビスクってビスクって何ビスクってお菓子じゃないでしょあビスコじゃないそれビスコだIt's okay 行ってきます赤ずきんちゃんはそう言ってマザーと指切りをしましたグランドマザーのホームはビレッジからウォーキングトゥー30分もかかるウッドの中にありますウッド木の中なんだっけ森ってフォレストかフォレストの中にあります知らないじゃんレッドズキンちゃんが今知ってる感じで言いましたね赤ズキンレッドズキンちゃんがフォレスレッドの中へ入ってしばらくすると狼がひょっこり出てきましたフォレストフォレストフォレスレッドこんにちはレッドズキンちゃんこんなに早くからどこへ go to the way と夫婦が言いました前掛けのアンダーに持っているのは何だいビスクとブドウ酒グランドマザーのハウスはどこなんだいフォート中フォー森の奥で諦めるんかい木のアンダーにあるのよレッドズキンちゃんちょいとそこに咲いている綺麗なフラワーをレックそう遠くレッドズキンちゃんが愛をあげてみると当たり一面ビューティフォールなビューティフォールビューティフォーなフラワーがいっぱいですエクスキューズミーウルフがレッドズキンちゃんのふりをしてトーキングビスクビスクとワインを持ってきたのレッツゴーグランドワザーのそれから違う着物を着て
グランドファザーの急にお構んないやめグランドファザーじゃグランドファザーのズキンをグランドマザーのズキンをかぶっておきました。フラワーを積み終えた赤ズキンちゃんがグランドマザーのハウスに着きました。それからビッグな声でグッドモーニンググランドファザーマザーと呼んでみました。グランドマザーどうしてグランドマザーのフェイスじゃねえわマウスはスケアリービッグユーを一口でイーティングヨーニさん。ウルフはお腹がいっぱいになるとまたベッドに潜り込んで眠ってしまいました。カリウドはグランドマザーのハウスにインしました。ウルフがグランドマザーをトーキングイーキングイーキングイーティングしてるかもしれないぞと思いつきシザーを取り出してガブレットじゃなくてなんだっけスリーピングウルフスリーピングウルフのお腹をカットスタート2回ほどカット。レディーがピョンとジャンピング。そのうちグランドマザーもウルフのお腹の中から出てきました。絵日記みたいなこれだけなんか絵日記みたいな。やがてウルフは目を覚ますとストーンがあまりにウェイティングなのでたちまちその場にへたばりました。こうしてスリーピースはウルフを退治しました。グランドマザーはビスコをイートワインをグビグビじゃない、ワインをドリンク、すっかりファンになりました。すっかりファンタジー。すっかりファンタジー。